ちおいしいものと自然が大好き星影こまちです。さて今回は冬の星空の下で焚き火でチーズフォンデュをしてきた様子をお届けしたいと思います。それでは今日の夕食は焚き火で温まりながらカマンベールチーズとスキレットを使って簡単なチーズフォンデュを作っていこうと思います。カマンベールの皮の部分を容器にして中の柔らかいチーズを使ってチーズフォンデュをしていくというものになります。材料はカマンベールチーズとお好みの具材になります。まずスキレットを弱火にかけ少量の油を引いて鶏肉とウインナーを炒めていきます。前回チーズフォンデュをした時は直接スキレットに置くとチーズがひっついてしまったので今回はアルミホイルに乗せてみました。野菜も一緒に入れていきます。チーズが膨らんできたら裏面にひっくり返します。裏表3分くらい焼いたら蓋を取って中のチーズを軽く混ぜて出来上がりです。好きなものをディップして食べていきます。あったかうまー。焚き火で温まりながら食べるチーズフォンデュ優勝。そしておいチーズ。今回は焚き火を使って調理しましたがバーナーやコンロなどを使うと火力が調整できて自分のペースに合わせて食べれると思います。ソロキャンでもグルキャンでも楽しめる料理だな。星空を見ながら夕食を食べるのは贅沢。今回は簡単おいしいチーズフォンデュのご紹介でした。冬のキャンプ飯も楽しんでいきたいと思います。次回の動画もどうぞお楽しみに。このチャンネルではキャンプ関連の動画を投稿したりライブ配信で皆さんとお話ししたりゲームをしたりなどのんびりまったり大好きなものと癒しを届けてきたらと思ってます。少しでも気になった方はぜひコメントやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。おつこまちー。